リサさん知ってます？お、あと1ヶ月でこのシリーズ始まって1年経ちますよ。もうライフワークだろこれ。白い宮殿を突破したよ。だけだわ。だけしかしてないんですよ前回。王となった少年、残すは王としての最後の幕引きを図るのみだった。敵をもじゃねえか。それ相応の力ありそうよ。高貴なる者たちの団結を象徴する聖なるチャーム。身につけた者はその中に込められたソウルをゆっくりしていって願ってさ。オッケー。実質ソウル無限になったってことか。賢者の石みたいね。なんか、オートハローネストに住む奴らから無限にソウル譲り受け続けるのは、なんとも、業が深いというか。王の力すっげー。少年、てかウィルム少年でいいか。変な聞き方だけど王の魂入ったって感じやるの？いくら器といえど別の人物のでかい魂入ったら変な感じするか。毎回言ってるけどどうなろうと少年は少年出しなるようになるってもんか。ここがあの女のハウスね。いい方。あれ少年名前知ってたのか。この倒れてる騎士のこと？古代騎士の一人だよな。シルエットでいたやつ。で関係性ありそうだから激臭チャームもつけてきたけど、どうかな。おでっかーい。霊夢クロースママんとこいたから初だよな。ま、あ、どうも。その匂い、あなたは仲間を連れているのですか？私の強靭なる騎士オグリム、あなたなのですか？からもらったものをつけてます。私にはあなたが見えません。時が私の眼を曇らせてしまったのです。あなたの力強い声さえ今の私には聞こえません。私に見えるのはこの小さきものだけ。それはこのものが私の一部を含むからかもしれません。霧に包まれた世界の中でこのものだけははっきり見えるのです。あ、この強い匂いは楽しい記憶を呼び起こさせます。私たちが共に過ごしたのは短い間でしたが、今のこの廃墟のような時間と比べ、それはなんと輝いていたことでしょう。私はこのような姿となってしまいましたが、それでもあなたが訪ねてきてくれたこと、嬉しく思います。ふんころさんとめちゃくちゃ仲良かったみたいね。あいつ欠点ねえだろうな。親愛なるオグリム、ここに来る途中でドライヤーに会ったでしょ。彼女は本当に長い間私を守ってくれているのです。その厳しい体験に似合わず彼女はいつも私を気にかけてくれます。同胞の騎士との再会は彼女にとってもとても嬉しいことのはず。彼女がドライヤーで間違いないみたい。まだちゃんと守ってたよ。あ、砕けたソウルが再び一つになったというのですね。なんという力、なんという決意、なんという献身。そなたは単なる器以上の存在だと。いざ読みくびるなよ霊夢。この人見えてる世界が違いすぎるんだよ。あまり高重視してない視野の広さなんだ。まるで私が愛したウィルムが目の前にいるようです。王の魂、その中心には一体何があるのか。もし好奇心が誘えば、あなたはあの場所を探し出すかもしれない。あなたが生まれ、死に、始まったあの場所。器を生んだのはこの人なのね。たくさん生んじゃった事件を食えてたのはおそらくそういうことだろう。生んだ本人も想定外の事態なんだな。王の魂が同期してるって。マジで隠し玉なのね少年って。デコじゃなくて軍の思考なのね。感情を重視する私たち子には理解しがたい側面のが強いわ。王の魂ゲットにてチャームは全部揃ったっぽいな。てわけでサルブラデラックスさんのとこ来たけど、私の祝福素晴らしいわ。やっぱりあなたを見込んだ甲斐があったら、あなたに祝福を授けてあげるわ。あなたはとっても素敵だし、私も店を贔屓にしてくれているからね。あ、どうも。何くれるんだ？こっちに来て。あー、おまんじゅうさんにも。あれ、今はタバコ取ってるわ。サルブラの祝福、あなたの望みが全て叶いますように。また来てちょうだいね。おやまあ驚いた。あなた私のチャームを全部買い占めちゃったのね。本当に本数で見事なコレクションだこと。そんな素敵なものに包まれてたらあなたの魅力もさらに倍増しちゃうわね。もう私からあげられるものがないけどたまには訪ねてきてね。あなたのような素敵な子が常連だったら村のみんなもきっと羨ましがるでしょうしね。うっすすす。酸っぱい匂いがする。でなんだよサルブラの祝福って。新しいチャームでもないし装備でもない。うわあネタじゃんかよ。すべて回収した先があまりにも虚無だったか。お待ちよ。なんか出た。あ、明らかに自動回復速度上がったぞ。ちょっとソウル使ってみて。ウィルムポケットに戻して。これベンチに座ればいい。はあ、エンドコンテンツだなこや。座ってるっていう条件あるけど壊れが来たわ。これってつまりさ、王より魂の底力強いってこと。わってわけでさ、はい、なんか急に典型降りてきたんだけど、ここでパンチ落下してると可愛いやつに会えるみたいだぞ。典型すげー。すげーなで、どんなやつなの？ハローネストの岩とかオブジェクト系って結構壊せるの多いじゃんか。あれってステージ暗転したら全部直ってるじゃん。まあそういうものだと思ってたが、あれ実は直してる奴らがいるみたいなんだ。そんな可愛いな裏設定あるかよ。急に罪悪感が湧いてきたんだけど。でこの看板、なんか雑？ちょっといびつね。これ壊しまくってたら本人登場するらしい。誰だ畜生みたいな条件設定したの。まあしかしやってみたいわ。狩猟者の書の完成に関係ないかもしれないがぜひ見たいよな。え、待って、狩猟者の書なの？なぜこうも辛いことばかりだな。いやだって最初に狩猟者の書を埋めるって言っただろうだね。修理虫くん、看板修理を担う謎のギルドの一員。でもお世辞にもあの看板だけはうまい修理でなかったわね。でさ、ブラザー母ちゃんいたエリア、スライさんの家あった場所あるじゃん。そこにこいつらのアジトあるみたいだぞ。でも自宅突撃すんの。ここか。上は何回か通ってたけどこの村部分は通るの久しぶりだな。うお、ここで間違いないみたいだ。何か置いてある。市内ならミッキさん、生きるって素晴らしいと思わないかい？
僕は看板の直しポストを修理する。どんどん壊してくれて構わない。修理にかけては僕の耳に出る者はいないからね。時々自分はハローネストで一番の幸せ者なんじゃないかと思うよ。次の大集会が近づいている。僕らは隠密に動く者たちだけれど集まれば荒っぽいこともする。そしてメンダーベリーは僕にあの笑顔を見せ続ける。そろそろ勇気を出して行動に移る時かもしれない。あ、メンダーベリーさんに愛を募っているわよ。マジか。誰かがまた僕のお気に入りの看板を壊したようだ。コーサロの一番上のあの場所さ。あ、まずいな。フラグ一級建築士だぞこいつ。でも怒るわけにはいかない。むしろ感謝するべきだろう。あの美しくて複雑な看板をまた修理することができるんだから。あのいびつさデザインだったんだ。で、私たちはハローネストには珍しい闇を抱えていないポジティブな存在を手にかけてしまったと。まあほら、こういうオチの方がハローネストの住人ぽいってかさな。自分、癒しよろしいか。また会いに行くのかよ。カットしてるけど裏で何回も決めてるだろうが。もう最終決戦だぞ。今ここで決めず、いつ決めぞ。最後ならまあいいか。あれ、奥宮手前にもいない。うわ、霊夢。おお、俺はた、食べたようにしか見えないんだが、おいじいさんどうなってんだよ。笑ってちゃわかんねえって、丸飲みだよな。かすかに芋虫の声が腹の中から聞こえるんだよ。どう捉える。頭を止めるなマリサ。じゃないと所属のあまりさて拡大した霊夢に一瞬で潰される。あのさ、最後に成虫の愛買ってもらったじゃん。次の成長段階を控えた幼虫たちの感謝の気持ちっていう説明文だろ。これ多分な、大人になるための必要な行為なんだよ。それは多分あいつのエゴだ。この成長過程の姿を見たくないだけだろ、おそらくだが。そうだ霊夢、お前は進歩を恐れない女だろう。さて、すべての敵は規定数倒したはずだ。全員倒して回るの疲れたわ。これで狩猟者もおそらく満足だろう。見せるか。あれ、嘘だろ、うちもらしあったか。きっとあのじいさんね。お前未練断ち切ったんじゃねえのかよ、びっくりした。確認漏れがあったわ。足元おろそかだったわね。純生物が最後でよし。これなら、それじゃあ夢と追って向かうぞ。上がれくれよ。全員金管で借り尽くしたはずだぞ。おい、戦ってないボスはいないはずだし、これってもしかしてあの無敵ムカデと似たようなさ、倒せない奴の死骸とかじゃ。おーん。あ、絶対ここだわ。キノコの里とコウサロの境目に行ってない場所あったか。ここだ。見落としもいいところだったな。あったあ。初回から出てたモンゴリアンデスワームだったか。ああ、もうほんと手こずった。行くぞーらー。その記録、見せてみろ、ウム。確かに修行者の書は完成した。お前らは自らが真の修行者であり、殺しの熟達者であることを証明した。俺は喜んでお前にこいつを授けよう。ぜひいただきたい。ん？ねえ、なんでここでわざわざ選択肢？おーっとしまった、そういうの考えてなかった。あいつマジか。ジャーム大丈夫だっけ？最後は俺を枯れってか。あれでもグリムの炎判定入ってなくない？ほら、報酬だ。お茶目かお前。ドッキリボスかよ。これってその、戦ったら少年に狩られるって理解してるから戦闘を避け。ドロッドロだな、おい。ガリね。あれ、逆に狩られたがってる。今じゃないってだけのことか。狩猟者の印。トムリドル殺せそうなのもらったぜ。で、グリムは狩猟者嫌いなのね。余裕なりうる。お前は俺の印を手にした。これでお前は俺の種の中でも限られた階級に属するものとして認識されるだろう。狩猟者よ、もはや俺からお前に渡せるものはない。すいません、うちの悪夢が、こいつが強い個体ってよりかは狩る側の種族だったの。すいません、うちの王が。これってもう一回来てもいるかな。くたびれた社会人みたいになってるぞ。狩猟者よ、戻ってきたのか。お前はすでに自らの力を証明した。俺が今できるのは次の狩りに向けて待機することだけだ。真の狩猟者は獲物を獲物たず、ただ新しい獲物だけを求める。お前は狩猟者の印を手にしたが、それは始まりに過ぎない。その印はお前の一部となって体内に深く刻まれ、お前の狩猟本能を駆り立てる。終わりな狩りへの欲求な。それこそ英雄の証っすわ。戦い続けてこそのハンターね。まあ狩猟者は次の戦いに備えて休めよ。また次の戦場で会えるといいな。お知らせ、ここから先もう一度前回赴いた白い宮殿に隠しエリア探しに戻るのですが、例によって例のごとく動画化しても何も変わり映えしないので超大幅カットします。ご了承ください。殺せようや。なぜ早まるな。なんだこの地獄はよ。マリサ、この像さ、表にあった像と全然違う。ほんとだ。これって現行の器だよな。そうなんだろうけど、じゃあ表に置いてあったこれ何？これウィルムじゃねえか。表ではウィルムを祀ってて、裏では器を称えていた。今の器も相当取得された存在なのね。しかし都のど真ん中に銅像あったりと、なんとも扱いがわからんのよな。これ、ここ割りだ、絶対そうやっとか。じゃあ少年、超安泰、めちゃくちゃ安全策で行くぞ。ここで死んだらどこまで戻されるの？勘弁してくれ。それは溜め込んだソウル全部攻撃に回すぞ。なるべく遠距離で仕留めたい。取った、あと一人。もうないよね。多分ものすっごいでかい封印の紋章だね。ホーネッちゃん実家にあったやつよりでかい。最重要の取得要素がこの先に。ここは慣れたかい？
お前にね、見せたいものがあるんだ。娯楽のようなものというのかな。娯楽。研究でいろいろと記録している技術を頼む氏にも教えた。どういったか、DV、その教えた技術を使って楽しいものを作ったらしい。それを貸し出してる者がいてさ、一緒に確認。うん。一緒に見てくれないか。うん。よかった。なかなか他の騎士たち、あと、家臣も、忙しいだか、恐れ多いだか、いろんな理由で、断られちゃうんだよね。うん。その確認が終わったら、終わったら、風呂に行こう。風呂、いいものだろう。よく休める。目覚ましの音が最悪。封印前の渦は少年そっくりだった。角の長さくらいしか違わなかったな。で、何か取ったみたいだ。束縛の印、遥か昔に作られたと思われる複雑な作りの封印。凶暴な力を閉じ込めるのと重要な何かを守るもの。凶暴な力、内面にある影、中身のことか。これは人妻の言ってたアビスに行ったらわかることかもね。よし、行くか。